試合の分析をしていきます。私は赤です。インターネットの試合で、順守法の試合です。車がこうやって上がることが多いので、この開脚はもうあんまり知らないんですけど、まあ、知らないけど頑張るしかないので頑張ります。で、こうしたんですけど、これ自分で後で復盤してて、これよりも、やっぱりこの3冊をついていた方が良かったかな、というふうに後で思いました。こうついてたらどういう変化だったかなと思って見てみて、まあ自然に出ますね。で、今これには根がついてるので、早く馬が跳ねていって、ここに入られるとこの馬も不満なので、こうします。で、車が出て、相手も車ここに来て、王者に使っていくと。で、まあ、ほどいておいて、まあ相手ここに来るか、ここに来るかだと思うんですけど、まあこっちに来た場合は、まあ不自然にこれ取って、こんな感じで進めば、まあ概ね均勢で、数値的に赤60とかプラスなんですけど、概ね均勢だと思います。ここじゃなくて、多分ここに一回来て、そしたらこの王者に使いたいこの車は、まあなんかしょうがないからこの辺出ますね。そしたら、それからこうしたら、なんかこれがあれな感じで仕上がって、交換して、こんな感じで進んでいけば、まあ、金星で、本当に。で、数値は赤が30とかプラスなので、さっきの、まあ、こっちよりも、あ、こっちよりも、こっちに来た変化の方が、黒としては満足みたいです。まあ、でも、どちらに進んでも、おおむね金星なので、この時のこの手は良かったと思います。実戦はこうしました。で、相手が出たら、ここに入っていってみようかなと思いました。で、進んでいきました。で、これもなんか100ぐらい赤がプラスなので、そんなに赤としてダメな展開ではありません。で、実際相手こうしたんですけど、これに対してなんか相手が一つ、その1個前というか、この時ですね、この時に結構その措置をつく手をいろいろ考えてたんですよね。で、実際刺さないでこう進んでいって、相手が処置をついたもんで、あ、なんか自分も処置を動かなきゃみたいな、よくわかんない、そういう気持ちになって、なんか処置ついたんですよね。でも、なんか多分、この手はちょっと甘いというか、もうちょっと考えればちゃんとこれが取れるですね。こう取っていって、取る。で、先にこっち取って、これでジャンで今仕上がって、こうなっていくと、まあ、赤180とかプラスでかなり良い変化でした。なので、ここはちょっと1個目の赤としてはチャンスな局面でした。で、まあ、こういう手があるので、多分黒としては、いや、でもこの時確かになんか相手こうして、なんか違和感のある手というか、不思議な形だなって思ったんですよ、一瞬。ほんと一瞬。その違和感は多分、自分の多分来るだろうと思ってた形がこっちだったから、なんか違和感を感じたんだなと思いました。多分こっち、さっきのこの真ん中取る手があるので、こっちを突く方が黒としては良いんだと思います。で、まあこっちもこうして、まあ後で取った時にこう当たってもあれだし、まあなんかいろいろこうしといて、はい。で、まあ、こうして、こんな感じで、進んでいくと、こっち取って取って、で、赤100ぐらいプラスぐらいですかね。で、多分、黒としては割かし、なんかまあ、いいと思います。なんか、そもそもこの辺、進んで、この辺で赤100ぐらいもうプラスなので、これでまあ、その数値を変えずに進められるんだったら、こっちの方が良かったと思います。実践こうして、こっちもこうしたもんで、そんなにいいこと赤もしてないので、なんか黒も普通に進んでます。で、相手こうしました。まあ、それでさっきのこれを取る手はなくなりました。で、こう入って、相手こうしたんですけど、なんかこの時、なんかいろいろなことを考えていたら、なんか知らないけど時間がなくなっちゃって、カウントダウンが始まって、すごく焦っちゃって、なんか取っちゃったんですよね。でもなんか、後々見たらこういう展開の方がなんか自然だったみたいです。確かに自然だし、かなりいいかなと思います。数値も赤180とかプラスで、なんか赤としては満足な形でした。実戦は、なんかもうどうしようってなって取っちゃって、
大体取りますし、取って、まあでも別にそんなバカにマイナスではないんですけど、金星ですかね。で、ここでなんか相手が実戦こうやって刺して、なんか黒がこうして、なんかま、あ、赤が、黒がこう刺して赤が歩を引いて、なんかまたちょっと赤が優勢な雰囲気になったんですけど、これ下がった時になんかこうじゃなくてずっとこれされたらどうするのかなと思ってたんですよね。で、多分こうやって刺してるとなんかまあ難しい。で、一回馬当ててこうどいて馬下がって。で、まあ馬上がってで、赤ちょっと後攻進むと大変でした。マイナス120とかで。いや、この時本当になんか下がった時に、うわ、これ疲れて大変だと思ったんですよね。どうしようどうしようと思ってて。ラッキーでした。で、こう下がりました。で、相手こうしたんですけど、よっぽど後で方寄るのかとか、いろいろ何するのかなとか、いろいろ考えたんですけど、なんか、どうしようかって思って、なんかこうしたんですよ。なんかどうしようかと思った時にこうする癖があるんですけど、ゾウ上がるとか。まあ、これで良かったですね。相手はこれ取って、こっちはこれ取って、後でこれ抜かれると、あれ、車がどくとこれ横にジャンになるので、ゾウとか上がってからこれ取れれば、もう赤結構満足、一つ、まあ、相手も取れるけど、この辺、一つを取れる線に車があって中方だし、かなり満足な形でした。なので、これで良かったと。で、実際こうして、この時になんか、さっきの馬上がってこれを考えました。でもなんか、どうかな、それと思って、やめちゃってこういうわけわかんないってして、これが多分良くない、マイナス寄りになり始めた一個の手です。でもこの時、こうしてこうなって、こうしたんですけど、この時でもまだこっちの方が良いと。で、こう取って、車出て、こう進めば赤100、ちょっと110ぐらいプラスです。なので、これでよかった。で、こうした。で、相手こうなって、この時になんか気づきました。なんか自分の構成は間違っていたなと。で、なんかこの方がどっかどいて馬当ててもここに入られるとか、なんかいろんなことが気になりました。で、ちょっと大変な雰囲気漂ってると思って、ここら辺からちょっと真面目に、これ以上マイナスにしないことを考えて試合を始めました。で、こうしました。まあ、一個一つ交換して、で、相手こうして、実戦こうして、催促したんです、この手を。で、実戦こうなったんですけど、まあ、そうしないで、馬跳ねて、車が出て、これを取って、こうされたら、こういう手があったと。危ないかなと思ったんですけど、まあこれ取ったら今中方なのでこれでダメそうなので、こっちを取って交換になると。こんな風に進むと、なんかまあ駒の位置とかいろいろで赤が170とかプラスでかなり良いです。なのでこの時これが良かったんですね。もうなんか気持ちが、なんでしょうね。この時こう寄られてからなんか失敗したなって思ってるんで、気持ちがなんかどうにか引き分けモードを持ってかなきゃと思って、なんか穏健なことを考えてこうして、それが良くなかったですね。実際こうやって取ってくれて、こう交換にはなったんですけど、この段階で今赤90ぐらいプラスなんですけど、もうなんかどういう風に展開してったらいいのかこの局面でよく分かんなくなってしまいました。で、相手のここ取った後にこっち取る手もこっちに入られる手もいろんなことが気になって、で、なんかすごいいろいろ考えてたら、なんかどうしていいかよくわかんなくなって、ほんとよくわかんないことします。こうしました。これは、なんか、なんでしょうね、これは。車こっちに来て馬当てたいなとか、こっちに入られた時に、なんか、この形だと、こう入られたら馬が動けなくなるから嫌だなとか、で、先になんかこうしとこうと思ってこうしたんです。これよっぽどよくわかんない。この手でなんか赤マイナス入りしました。これが多分ダメな手です、すごく。後々見ると不思議。なんでこういうことしたんだろう。でもまあなんかこういうことしたんですよね。で、言うとその前に上がったこの象の一手も無駄になってるし、なんだったんだろう、この手は。で、実際こうしてしまいましたが、後々見てたら視野上がった方が良いのではないかという結論です。視野上がったら、まあ、もし本当にこうしたら、この線入って、
相手がこれ狙っていきたかったら、こうして、で、こんな感じになってから、こう入って、こんな感じで進めば、まだなんか、なんでしょうね、多分赤の方が若干いいのをキープできても、駒がまだ多いので、お互いに引き分けとかではなくて、まだ頑張って、勝とうと努力をしている段階です。難しい局面です。いやー、で、これで良かったんでしょう。で、なんか、なぜか下がると。で、これで赤マイナス10です。大体こうしたんですけど、で、この時にもうなんか、頭がなんかよくわかんないんですけど、本当にこの試合は大パニックで、なんか自分大変な雰囲気出てると思って。で、あんま考えずにこうしたんですよね。いやー、なんかこう刺して、相手がこうしたら、こうして、こうして、こんな感じでしとけば、相手もこの車の下にここ動けないし、引き分けみたいな雰囲気です。で、これでよかった。でもなんか、こうしました。で、下がってこうしたんですけど、ここで赤マイナス70とかです。これもちょっと細かいんですけど、後でこの刺すを取られる、この1個の刺すがかなり大きくなっていくので、こう刺す前に一回、これを入れて、頬をどけてから馬が出て、で、こんな形になっていくと、赤がマイナス20とかで、マイナスはマイナスですけど、まあ、まだ、大丈夫。頑張ってる局面です。なので、こういう手があったと。実戦こうしました。で、まあ、それ相手喜んでこう取りましたね。これでもうなんか、なんか自分ちょっとやばいなと感じ始めました。で、相手こうなって、これで、こうなりました。で、なんか、ここで、なんか、いろんなことを考えてて、なんか、頭が、計算が追いつかなくなっちゃって、もう時間があんまりなくて、でも、本当よっぽど意味わかんないことしてるんですよね。いや、これって、これ取ったら、これに根がなくなるんですよね。で、今、これに当たってて、とか、いろいろ考えてて、読み切れなくて、わけわかんないことをして、これを指して、あ、もう終わった、この試合と思いました。で、終わったと思ったんですけど この時はこうでしたね。こう指して、まあ、取ったら、別にいいですよね。一個交換で、ただ。で、こう取らないで、こう出たら、今、一応これが指すなの、指すではないのか、車があるから。まあ、こっちに来たらジャンされて、車交換になったら、まあ、それはそれで、引き分けそう。で、まあ、こうしたら、仕上がって、取ったら、取って、で、こんな感じで進めば、赤マイナス90とかで、まあ、あとはこっち行かないで、こっちで当てたら、まあ、繰り返してれば良いと。こうしたら、赤マイナス50とかです。まあ、なので、全然大丈夫なの、これで。で、これも実践の時すごい考えたんですけど、なんか、何を思ったんだろう、ダメだと思ったんですよね。で、させなくて、ほんとよくわかんない、こことして、あ、もうここからこの試合やばいやつだと思ってたんですよね。でもやばいんです、この試合。で、こういう局面で、で、ここでももう時間がなさすぎて、こういうことしたんですよ。こういうこと。で、もうどうしよう、どうしようって焦り始めて、これでもういろいろボロボロ。ああ、でもこれでもう終わったなと思ったんですけど、相手これ取ってこうなって、こうなりました。で、でも一個この交換になって、でも死もないんだけど、で、こんな感じで相手これでこれが渡ってくると。ここで数値赤マイナス300とかなんですね。で、大変だと思いました。で、これですごい悩んだんですけど、で、なんか実践こうしてさっさと車交換になればなんとかなるかなと思ったんですけど、こんないい形で相手が交換するわけない。で、実践こうなって、こういう時はそんな急いでなんかしないで、とりあえず形を整えることを頑張ればよかったなというのが後の反省です。まあ、こんな感じで、とりあえず一旦これ形整えて刺していけば、まあ、まだ粘れる形ですかね。で、実戦は、こうして、ジャンされて、こういう風になって、これが落ちました。で、これで、おおむね、相当厳しい、やばい形が生まれたという感じです。一応、この時に今、こうしたんですけど、実戦は。こうやって当てて、こういう風に進む展開もあったみたいです。
これでももう300何十かマイナスです、赤が。実戦はこうして、こんな感じに進んでいきました。もう、こっからはもうマイナスの一途をたどってるんですけども、いやー、大変ですね。で、相手こうして、こうしたんですけど、ここも、ここに上がっておけば、この処置が渡りづらい。で、まあ、渡りたいからこうすると。で、こんな感じで進んでいく方がまだマシ。で、実戦はこうしました。もうよっぽど時間なくて意味わかんないですね。で、相手渡って、で、こうしたんですけど、こっちの方が良かった。こういう変化だったらこうして、相手もちょっと若干ストレスがあります。こういう風に締められると。これで赤マイナス340とかでマイナスなんですけど。一瞬はやっぱ相手もちょっと考えますよね、この辺。だからなんかちょっとこうやって締めていく方が良かったなと思いました。実戦はこうして、相手こうします。で、なんかこんな感じで進んでこうしたんですけど、この時早くこうやって入って、もう形を整えることを頑張った方が良かったなと思いました。実戦こうしないで、こうして、相手こう、こうして、相手こうした後に、まあ悩んだけどこうしたんですよ。で、相手がこうして、なんかちょっとこの形やっぱり良くないなと思いました。で、まあなので、さっきのこの時に先にこう入って、もう形を整えておいた方が良かったなというふうに思いました。実戦こうなって、こうなって、こうしたんですけど、この時もパソコンはこうやってうまく進めて、このジャンされてこう出た後にこういう風にされると困るんで、相手ここに来ます。で、こんな感じで進めていくと赤マイナス330とかなんですけど、まだこの形を整えるまで時間が取れたので、この手は良さそうでした。実戦こうしました。で、相手ジャンして、これで、いや、この形大変だと思いました。で、相手が、こうして、実験もう時間ないんでこうしました。で、相手こうして、ここでチャンスが生まれました。この時に、この馬が、こっち。こうして、で、取れたんですね。それで、なんか、引き分けになった。あ、本当にラッキーでした。実戦こうして、こっち取って、赤マイナス200とかなんですけど、なんでしょうね。運よく、ここから頑張って引き分けになったんですけど、まあ、あとこっちで、実戦こうしたんですけど、もしこっちを取れば、馬取って交換だったら、これも、まあ、引き分けできるといいなと思いました。わかんない たまにこの一つ一個で、たまにというか結構な頻度で、ボコボコやられてるんですけど、基本はこの形も引き分けです。趣旨的に赤マイナス50とかです。はい。そんな感じで、今回の試合はもう大変だったんですけど、最終あたり、後半あたり。なんとか持ちこたえました。はい。で、なんでしょうね。この辺、ここですね。なんだろう、最近こういうのが多くて、なんだろう、結構駒いっぱい交換して、一見そんなに、なんだろう、大変に見えない。こういう緊張そうな局面で、変なことやらかしてからが早いんですよね。この辺ですね。今回のポイントは本当この辺だったかなと思います。ここまでは少なくとも赤が有利なんです、若干、本当に。で、この一手で赤がマイナスに入ってからかなり大変だったということなので、この辺の進め方、なんか、これは、なんでしょうね、中三局ですかね。中局から三局にかけての本当にこの、なんでしょうか、駒の動かし方っていうか、進め方、展開の仕方っていうんですか、がなんか本当に、しょぼいんですよね。で、なので、なんか、ちょっとこの辺を勉強、できる試合だったので、いい試合とか、勉強になる試合だったなと思います。はい、そんな感じです。
試合の分析をしていきます。これはインターネットではなくて人と指した試合です。持ち時間は30分プラス1手指すごとに30秒の試合です。相手こうしました。これちょっと入力の順番が間違ってるんですけど、逆です。馬が上がって、こっちの馬が上がってからこうしました。ちょっとこれ一緒に対局してた人にちょっと時間がなかったので、インターネットじゃない、パソコンのところに入れといてって言ったら、こういうふうに入れたので、こうなってしまっているんですけど、普通こういうふうに入れないですよね。ちょっとびっくりしてますけど、はい。まあ、いいです。まあ、この辺はずっと、なんでしょうね。指したことが、何局も指したことがある試合です。で、まあ、この時、私はこの、列手法っていうんですか、こっちに回るのが好きなんですけど、方が。多く刺されるのは、この形で、マニシンさんと刺されることが一番多いです。でももう、なんて言うんですかね、この中法が基本的に好きなので、結構な頻度でこうします。で、相手こうしました。まあ、後で多分これをついていって、ここを交換していきたいということだと思います。で、実戦もそのように進んでいて、この辺まではずっとお互い特に、なんでしょうね、不可ではない手、ダメではない手を指しています。で、この時は、まあ、ここまでも何回か指したことあるんですけど、今までも結構こう指してきて、特に大きく失敗ではないと思ってたので、こう指しました。でもまあ一応他の手だと、こう馬が跳ねる手もあるかなという感じです。馬が跳ねたらこうします。多分自然です。で、まあこんな感じで進んでいく変化が一番普通な変化で、まあ概ね均勢ですね、こうなると。で、まあなので馬が跳ねても良かったかなという感じです。で、実戦はこうしました。まあこうすると1個交換になるので、割かし、なんでしょうね、負けづらくなるからいいかなと思ったんですけど、で、相手こうしたんですけど、この時は、まあ、負けづらくなるからいいかなとは思ったんですけども、この局面で結構100ちょっと赤が良いのだと思います。で、多分こうしないで、なんか一見損に見えるんですけど、もうこう交換してしまって指していくと、赤が割といいっていうのが、赤の馬が出やすいのに対してこっちがちょっと遅れているっていう感じですね。車がない試合になってくると、多分駒の位置とか動きやすさとかがかなり重要になってくるんだと思うんですけど、この形だとやっぱり若干赤の方が駒の位置がそれぞれいいかなという感じですかね。数値的にも赤が120とかプラスでした。で、相手はまあこうしないで、まあこれ一見この車出るってなんか損な感じだから指しづらいですしね。相手はこうしました。でもこれもまあ自然だなとやってる時は思いました。で、実戦こうしたんですけど、この段階で赤が80ぐらい、80から90ぐらい、なんかいいかなという感じでした。で、相手こう取ったんですけど、実戦の時はこうされるかなと思ってて、で、実際パソコンで分析してたら赤のこの手もあるよっていうことだったので、ちょっと見てみました。そうするとこう進むようです。まあなんでしょうね。まあ金星は金星、赤寄りの金星かなと思いますけど、まあ黒を持って別にそんなにダメでもないかなという感じですよね。なのでこの手もやっぱりあるには、あるけど、まあどうでしょうね。こう取って、まあ単純に中卒取れるのはこれも大きいので、こう進んで、別にこれもこれで赤何にも損ないし、まあいいと思います。で、でも実際数値的にはこうやって進んだんですけど、この時で赤がプラス50とかです。ここ車出ないで一応こっち取る手をパソコンは推奨していました。こうしてこう進んでいくと、赤が100ぐらい。まあ、多分これを取れることが大きいという、まあ数値1個で結構重要になってくるので、ことだと思うんですけどね。実戦はこうされて、まあこれを取られないようについたんですけど、でもまたこうついて赤が130とかプラスでした。実戦の時は相手がこれに対して交差して、まあ次こっち出るとこれが危ないですよね。なのでまあ交差されるのも黒としてはストレスのある手なんですけれども、
パソコンはこっちを推奨していました。まあ、これで取ったら、こう進んでいくと。まあ、当たったので下がって。まあ、こうだったら、こんな感じで進んでいくと、赤が230とかプラスです。まあ、こうしないでもし、取ってると、変化的にはこういう感じになっていって、なんでしょうね、別にそんなに、まあ、駒が減ったので黒としてもまあ大丈夫かなという感じでしたね。数値はでも赤が150ぐらいプラスです。なので赤の方がやっぱりいいんですけど、黒としてもまあ、なんとかなるかなっていう感じでしたね。なので、こっちよりも多分、こう、上がって、こう、手厚く刺された方が、この方が嫌ですね。で、あとまあ、ここ今、これの時にこう、進んでいって、こっち見たんですけど、まあ、こっちもあるかなと思って。こうしたらまあ、上がって、出て、これでこっちは効いて、これが一回シャツですね。で、上がって、こんな感じで進むと、なんだか赤が良さそうですね。取られてからこっちも危ないし、なんかいろいろと、数値的にも250とか赤がプラスです。そっか。なのでまあ、こう刺されてると、なんか結構、黒としては大変でした。実戦はこう刺されて数値は60とかになってかなり均整になりました。でもやっぱりちょっと間違えると危ないので、これも緊張してる形です。で、まあ、こうして、こんな感じで進みまして、こうなりました。今の段階でさっきと変わらず数値赤が60とかプラスです。で、相手こうしたんですけど、これで赤20ぐらいのプラスになりました。こっちの方が良かったみたいです。こう刺したら、まあ、こっち来て、そう上がって、これ取って、こんな感じで進んでいくと、一回当てて、こうやって守ると。また車に当たったので、どくと。で、こんな感じで交換になれば、まあ、均整でしたね。数値は赤が40とかプラスです。でもまあ、これは概ね引き分けかなという感じです。なので、こっちの方がでも赤にとっては、なんか、一瞬はいい数値を上げていました。でもまあ、進めていくとやっぱ均整なので、こっちでも多分均整は変わらないんだと思います。数値的に。まあ、進めていくとこういう風になったんですけど、これここまではプラス20とかなんですけど、これが多分すごい黒にとってダメな手で、赤が一気に200とかプラスになりました。いやー、びっくりした。そんなにダメな手だと思わなかったんですけど。パソコンで見ると、まあ、先にこれ取って、こうして、まあ、もしこう上がったら、こんな感じで進めていくと、まあ、均整ですかね、かなっていう感じです。これに対して、実践これに対して、こうしたら、こう、まあ、こっち上がる手以外だと先にこっち来るのもあるかなと思ったんですけど、まあ、こうしたら、取って、こうします。で、馬がどいて、ジャンで下がって、こうしました。今これ、ちょっとあれなんですけど。まあ、一回下がって、こんな感じで進んでいくと、まあ、均整、本当にゼロとかの均整です。まあ、なので、まあ、先取って、まあ今の変化ですね。先取って、こうしたら、今の変化で進んでもまあ0なので数値が。どうかな、悪くはないと思うんですけど、ちょっと間違えたら大変だから、まあ緊張はしますね、この辺は。で、まあ実戦はこうしないで、こうしました。で、赤がかなり良くなりました。で、相手こうしたんですけど、これも自然です。一回シャツが入ってます。で、上がって、こうしたんですけど、これで赤のプラスが130とかまで戻ったので、黒としてはちょっと助かった手です。でもこれに対して、こうしてまた赤が320とかプラスになったので、もうこの辺おかしいんですね。まあ相手こうしたんですけど、まあ、
この辺200ぐらいプラスに対して、これで130のプラスになったんで、まず赤としては、ここは、まあ単純にこういった方が良い、ということのようです。まあこうやって進んでいくと、230とか、それぐらいプラスが赤に続いてます。なのでまあ、こうされてかなり黒困っている状態です。で、これに対して実験こうしたんですけど、実験の時も第一感覚はこれでした。でもなんかこっちの方にこう来られたらどうするのかなと思って、これを心配しててやめたんですね。まあでもこれでも別にこれ、馬が今これ守ってるからこれで、なんでもなかった。これで、でもまあ、また106、70赤がプラスにはなってますけども、やっぱこっちでしたね。いや、実験は交差して、まあこれでいろいろ大変な表ですね。で、こうなんですけど、あ、相手こうしたんですけど、パソコン的には先にこれを取ると言っていました。取って、これで交換してから。こんな感じで進んでいく方が赤としては良いのではないかと。数値も100、違う、360とかプラスでした。こうね、先に。いや、で、実践こうされて、なんかこうしたんですけど、まあ、特に変わらないんですけど、もうかなり、300何十、赤がプラスなので、一応パソコンは一瞬こういう手も挙げてました。でもこれどう考えても良くないんですよね。まあどちらに転んでも、まあ取っちゃったらこれで、こんな感じで460とかプラスです。まあここで取んないで、まあ死とか上がっても、もうなんだろう、かなり厳しい。でも一応ここ本当にこう進んだら250ぐらいの赤のプラスなんですけど、まあどうでしょうね。もうここの形に至っては何しても良くない。で、実験はこうしました。まあなんか別にダメなりの普通な手だと思って指してましたけど。で、こうして上がりました。まあ今車こう引いたらこのジャンがあるので、相手もそう思ってこうしたんですよね。まあ、好都合なので1個交換しました。で、これで赤160ぐらいのプラスになってて、黒としては若干やりやすくなってました。で、こうしました、相手が。で、こうしたんですよね、また。ここ、まあ、160まで回復したんです。赤のプラス160で、それも大変ですけど、黒としては頑張ったのに、またなんかよくわかんないことをして、赤プラス400とかになりました。なんでこういうことしたんだろう。普通に交差して、どいて、こんな感じで進めて、まあ、一個取って、シャツを。赤160ぐらいのプラスで、まあ、こっちの方が良かったですね。で、なぜかこうして、まあ、単純なんですよ。頭が中方が引きだから、真ん中に行きたいから、ここに下がったんですね。でも、もう普通にこれ取りますよね。で、まあ、取って、ジャンでこの馬を取られる選択か、攻撃に行くかというところになって、まあ、馬1個交換しても、もうこの形は黒がかなりやばいから、じゃあ交換しないで、ちょっとでも頑張ろうということでこうなりました。で、相手これ取って、大変です。で、こうなっても、ここに至って赤600とかプラスでもう大体終わってるんですけど、もうちょっと頑張る。で、相手こうしてこうなりました。こうして、実践こう進んだんですけど、ここで赤が700、700いくつプラスなんですけど、相手が交差して、いや、なんか、若干、なんでしょうね。ちょっと、黒にとってはやりやすくなりました。やりやすいって言っても、400プラスなんですけど、赤が。交差されてる方が、なんか、赤、黒としては大変だったみたいです。交差されて、まあ、取る。で、ジャンしてこれで、ジャンしてこれで、こうなっていくと、780とか赤がプラスで、結構大変な局面です。で、なので交差して赤は良かったみたいです。なんか一回ジャンされて、入って、ここでもう350ぐらいの赤のプラスで、350もかなり大きいんですけど、さっきが、この辺が710とか赤プラスだったので、かなり回復してます。
で、この後に相手が多分一番この試合の中でダメな手を指しました。こう指して今350プラスがマイナス780になりました。でもなんか何も考えてないもんで、実戦こう指してまた赤が380プラスになりました。まず、この手はダメなんですけど、赤にとって。じゃあ、良い手は何かと考えたところ、良い手は普通に方がどいて、こんな感じで進んでいくと、まずこれ1個落ちまして、っていう感じになるので、これで360とか赤がまたプラスです。なので多分普通に交差してて良かったんですけど、これってなんかこの馬のここの位置で、この方がどいたら危ないんですね。なぜかこうしたんですけど、普通にジャンでこれに当たったんですね。まあ出ればこっち取りますね。これでマイナス1500とかになります。なのでまあ出るよりは取るですね。取って、これで赤マイナス800とかです。まあ車とこれですね。なのでまあなんでしょうね、これは。マイナス800とかですけど、勝つのも大変ですね。なんとか、卒を1個渡って、この卒を取っていけば、勝ちがあるかな、ぐらいですかね。結構大変。勝つのも大変なんですけど、一応こういう手が生まれました。なので、この手はダメだったと。でも、それに対してこうしないで、実戦こう指したので、相手も、こうしますね。あ、でもまあ、ここでもいいんじゃないかと。そして、こんな感じで進んでも、まあ、330とか赤がプラスです。なので、まあ、こっちもありで、実戦はこっちに刺されて、こうなって、赤が今、260とかプラスです。で、こうして、こうしたんですけど、なんでこうしたんだろう。こっちで取って、もし出たら、今これがあるから動けなくて終わってるんですね。だからこの時に出る手はなくて、多分単純に馬取ってこっちも取って交換です。で、次これシャツだったんで上がって、これでこんな感じで進んでいくと、40とか赤がプラスでもほとんど引き分けの形勢になっています。なのでこれでいいのに、なんか実戦こうして、こうしますね。で、こうして、こうしたのはまあ、取ってもこれがシャツがあるから、先になんか、シャツじゃないんですよね。こっちの方がいいかなと思ったんですけど、取り返せるこの馬を。と思ったんですけど、まあ、ここでも良かったんですけど、まあ、実戦というか、もしこうやって進んだら、こんな感じで進んだ赤30とかプラスぐらい。で、こうじゃなくて、こっち取ったら、こうしてこうして、これで、まあ、いいかなっていう感じなんですね。で、なのに実戦の時はまあ同じ理屈なんですけど、こうして、こうして、なんかもう何間違えたんだか、こうしちゃったんですよね。なんかアホなんです、つまり。普通にこれで駒を取り返して、なんでもないんです。これで赤150とかプラスなんですけど、別に特になんでもないんです。なんかなのに、なんか、間違えて交差しちゃったんですね。いやー、自分にびっくり。で、相手こうして、こうですね。まあ、これ単純にこの象を追って、これを取るとこれがシャツになるので、相手一回ジャンを入れて、これで赤470とかプラスです。コマ損です、黒。取られて。で、いやーもうこれ大変だなと思ったんですね。で、相手こうしたんですけど、こうしたのは、まあ、誘導です。これを食べてくれたらこっちで刺ってたからと思って、まあ、そんなことしないだろうと思ったんですよ。本当に食べたんですね。で、実際これでなんかコマ損なのに勝っちゃったんですけど、でもまあ、こうじゃなくて、多分こうですね。こうやって刺してれば、もう全然赤は何も悪いことがなく、まあ、勝ちの試合でした。でもなんかすごくラッキーで、こんな感じで、最後は勝ったんですけど、なんか途中からおかしかったですね。なんか駒が減ってからのなんか中残局っていうかが、なんかものすごく弱くて、いやもう本当に嫌になりますね。どの辺だろう。ここ、もうこことかのよりもうちょっと前ですね。
ここからですね、この試合はここから特に変になったという感じなので、こういう手を指さないようにもうちょっと考えないとダメですね。ここに普通に来てればよかったと。多分黒としてはこの辺がかなり、この試合の中でダメが始まったところだったので、この辺の考え方とかかなり重要だなと思いました。まあ、そうですね。あ、これですね。一番ダメな返しはここなんですけど、プラス赤20からこの一手でプラス200になったと。そっか。ここで、普通に先に交換しておくのが良かったと。まあそうですね。この辺からいろいろ始まってしまったということで、まあ反省するところはこの辺かなという感じです。いやー、でもまあとても勉強になる試合でした。そんな感じです。試合の分析をしていきます。これはインターネット上で知り合いと指した試合で、持ち時間は10分プラス1手指すごとに10秒の試合です。私は黒です。で、千人白なので、まあ、そして法になりました。まあ、普通だと思うんですけど、ここでなんかこうしないときに、この時にこうしないでこう3卒をついていくのが結構多い展開なんですけど、ここでなんとなくやってみたくなってやってみてしまったんですね。これは多分良くなかったです。で、なんかやっぱり普通に言ったら、まあこうとか車こっち回るとか、まあもしこうだったらこういう展開で、まあ別に若干赤の方がやりやすそうですけど、黒としてもまあ大丈夫です。まあなんですけど、なんとなくやりたくなってみたことをやってみた結果、大変でした。まあ、相手のこれも自然だと思います。で、まあ、こう取ってこうなったんですけど、まあ、こうしてみたんですね。いや、なんかまあ、いけるかなと思ったんですけど、あんまりいけてなくてですね。まあ、自然にこうとか出て、まあ、こんな感じで、進んでいけば、もしここに来たらこうですかね。あとはまあこの時にここじゃなくてこっちもあるかなと。こっちだったらまあこんな感じで進んでいきます。で、多分こう進んだら赤がしつこく良いそうです。150、60いいですかね。まああとまあこうして、この時に、こうじゃなくて、一応こっちもあるですかね。こうしたら、まあ、一回こうして、こんな感じになってからこっち取って、これで赤40とかのプラスです。まあ、こうしたなら金星なんですけど、まあ、こっちよりも多分こう進んで、若干やっぱり、そうですね。赤の方がいい展開です。さっきの展開で。あ、こっちじゃなくて、こっちですね。こっちの方が赤にとって良さそうです。いや、難しいですね。実戦はこうしないで、こうして、この辺から、なんか大変だなと感じていました。ここまではまあ、さっと刺したんですけど、よくよく考えたら、この時、赤にかなりいろんな手がありますね。実戦はこうされて、こう刺して、数値的には赤がプラス110とかなんですけど、まあ、実写の時はこれをずっとこう刺されたらどうするのかなって考えてました。まあ一応こう刺されたらこう上がって、これ取れないんですね。取ったらこういう展開になって、これでいろいろ赤がダメですね。まあって言ってもマイナス110とかぐらいですけど、まあなので一応こういう手はないので、この時は多分普通にこっちに回って、こっちも下がって、で刺せば本当に金星です。なので、心配してた手は、この手だったんですけど、この時相手の時間の時に。これは大丈夫だったみたいです。パソコン的にはそれよりもこっちに来る方がいいんじゃないかということで、こう刺されてたら、まあ、馬が出るですかね。で、それからこっちに回って、もうしょうがないからこう守る
感じで、赤が110とかプラスです。まあ、なので一応、こっちの手を指されたら、またちょっとあれですね、赤がやっぱり良かったと。実戦のこれでも、さっき見た展開と、必至的にあんまり変わらずに、やっぱり赤がいいです。で、一回この手があるので、すぐには取れなくて、相手がこうして、これでまあ守るしかないと。で、一回ジャンで、この方を取って、交換になりました。で、相手の馬が出て、まあ、この時に、まあこの局面、黒としてはかなり良くない形です。一番気になるのはこの3個の駒が大変窮屈ということで、まあ、先についておくと。馬が跳ねてからすぐにこの辺どっか出られれば変わるかなっていう感じでしたね。で、ここがついててからまあ、あんまり良くない形ですけど、良くないなりにまあマシなのではないかと。で、相手がこう跳ねました。で、まあ、この辺解決したいので一回こう出て、相手こうしたんですけど、この辺はお互いにパソコンの言ったことをしてます。この時、こうしたんですけど、今馬に当たってるので。一応、こういう展開もあったみたいです。なんかあんまりやりたくないですけどね。もしこっちに来たら、こう出て、こういう感じの展開になっていって、赤90とか100ぐらいプラスですかね。で、まあこっちじゃなくて、あとはこっちもあるかなと。こっちだったら同じようにこっちに跳ねて、こんな感じになります。一回当てて、これで、こうやって進んで赤プラス90ぐらい。まあなので一応この展開もありでした。まあもともと、ここに車が回った時、こっちからこうやって回った時ぐらいから110とか赤がプラスなので、まあそれを思うと90から100ぐらいのプラスで赤がとどまっているのであれば、この展開もありでした。実戦こう指して、この辺ずっと自然にパソコンで言った通り進んでるんですけど、最善を尽くしてもこれの状態で赤がプラス150とかになっていて、黒のこの、なんて言うんですかね、マイナス数値みたいなのは割とこう広がっているので、ちょっと良くないのではないかと。で、まあこれも自然です。で、これも自然です。で、この時一応こっちも考えてたんですよ。どっちがいいかなと思って。あんまり複雑なことを考えてる時間もないので、快速の10分10秒の試合なので。考えるのやめてあんま指さなかったんですけど、一応こう指してたら、まあこっちの線にこれが入ってきて、こんな感じで進みまして、数値赤が160とかプラスで、まあどうでしょうね。あんまり良くないですかね。まあ、実戦はこう指して、まあ、パソコンもこの手が一番良いのではないかと言っていました。大体こうしたんですけど、多分ここら辺からちょっと黒が、今まで赤寄りのプラスだったんですけど、ちょっと回復し始めました。この時はなんか、実戦の時相手がこの時結構時間使ってたんですけど、こうされると思ってて、こうされたらまあ単純に交換して、こっちが下がるしかないなと思ってたんですね。で、この後どうなるのかなと思って見てたんですけど、こうして、まあこんな感じで進んでいって、赤が180とかかなりプラスになっています。まあこの馬も退却しましたし、駒の位置とか、やっぱちょっと赤の方がいいですかね。で、まあ全然こうされると思っていたんですけど、相手は実際こうやって入ってきて、まあ、あとで、あれですね、この馬がなんかあった後に、これ砲があるので、島危なくなりそうということで、まあこう上がりました。で、相手こうしたんですけど、この辺で概ね金星みたいな数値になってきました。パソコン的にはこっちを推奨していました。まあそしたら、まあ良くない場所だったんで、ちょっと車が出て、相手これ取ってこんな感じで、一個交換して、こう進んでいけば赤プラス90とかです。一応こうして、こう今、こっち取ってこう取ったんですけど、これでプラス90だったんですけど、まあこうしないで、こっちで取っても同じようにこう跳ねて、
良いのではないかと。まあ、どちらにしろ90とか100とか、それぐらいの赤のプラスでした。まあ、なので一応ここに下がるのは良さそうと。で、実験はこうしました。で、まあ、あれです。なんかずっと良くない形だったので、1個でも交換したら楽になるかなという感じで、結構気軽く交換しました。で、まあ、こう出て、この段階で赤が必然的にプラス70とかで、結構近世寄りになってきてるので、黒としては、感覚としては、なんかまあ、やりやすくなってきたなというのが、まあ、そんな感じですね。やりやすいと。で、相手こうしたんですけど、まあ、この線に来るのであれば、なんか交差して数値が一気に10ぐらいのプラスに赤がなったんですけど、まあ、こっちでこの線に来てたら良かったみたいです。こうしたら、まあ、なんでしょうね。こうしますか。で、まあ、取って交換ですね。こうして、取ってで、こっち取って、で、ここ入ると。で、これついていって、取って、1個渡ったんですけど、まあ、兵を取ると。で、これで数値が一応60とかの赤がプラスでした。なので、まあ、こっちの方が若干良かったみたいです。交差して、なんか、なんでしょうね。あんまり考えずに交差したんですよ。まあ、考えましたけど、これは取られるなとか、これも落ちるなとか考えたんですけど、まあなんか前に行って攻撃に行った方がいいかなと思って、持ち時間が短い試合だったので、まあどんどん攻撃に行かないと、なんでしょうね。攻撃に入る前に時間切れとかは嫌なので、こう跳ねました。で、なんですけど、一応この時はやっぱりこうして、ここに置いといた方がこれが守れると。こうしたらまあ、こうですか、こっちから攻撃するんですかね。まあこんな感じで進んでいき、一回これで車交換して、まあこうならこれで、まあ数値的に赤がマイナス20とかになってるんで、おおむね均整になりました。駒がほとんど交換されていったので。まあなのでこうすればまあ、まあ均整なんでお互いにまあいいのではないかという感じです。まあこれで良かったみたいです。実際はこうして交差してからやっぱりちょっと赤が良いと。120とか赤がプラスです、数値的には。で、まあこうされたんですけど、完全にこうされると思ってて、こうされたらどうしようかなっていう気持ちだったんですけど、まあ1個取って。こうされたらまあこんな感じですか？こんな感じで進んでいけば、赤130とか、プラスで一つの数ですね。と、あと、ま、駒の位置的にはちょっといいんですけど、まあ、黒もまだ一応頑張れますけど、大変です。この兵を取っていかないと。まあ、なので、こっちの方が赤は良さそうです。でも、ま、こっちもこっちで明確な攻撃があるので、黒としてはとても緊張します。で、まあ、こうしました。で、相手こう下がったんですけど、相手の時間の時に、まあ、単純に取られてどういう対応になるかなと思ってたんですけど、単純に取られて一応こうして、ここまで考えてたんですけど、この後どうするのかなと思ってたんですね。で、なんか例えばまあこうだったら、これで問題ないですね。赤がマイナスです、300ぐらい。まあなのでこれで、こうしてこれはなさそう。で、まあ多分一番マシなのはこうですか？1個取って。そしたらこうして、で、こっちに回れば、まあ、これが危なくない。で、こんな感じで進んでいく展開で、赤がマイナス160とかでした。まあ、なので、まあ、これ、あとはまあ、ここ出口を取っとくとか、だったらもう単純にこれで大丈夫、死ななそう。なので、まあ、この時にこっちを結構心配したんですけど、これはやっぱり大丈夫。ここまでたどり着ければ大丈夫です。で、実戦は相手は引きました。で、引いた時点で赤がプラス20とかで、おおむね均整な感じです。で、まあ、こっちから攻撃、プラスこのジャンの出口もこう取れるので、こっちに来て、相手こうしたんですけど、ここでこうしてからも相手がマイナス2線近いマイナスでした。まあ単純にこう跳ねられるので、これが危ない。ので、ここが、で大体もう決まった感じでした。
でも、そこまでは本当に禁制だったんで、一応この時どういう手があったのか見てみたら、こういう手でした。あ、車下がって。で、視野があって。こうして。こんな感じで進んでいくと、赤マイナス10とかですごい禁制でした。実戦は、こうしないでこうされて、これでまあ、なんか確かに概ね勝ったかなと思いました。ここに跳ねて一回シャチが入ります。で、上がって守るんですけど、これでまたシャチが入ります。で、王様出ます。で、ここに入って、もうここに入れれば勝てるかなと思ってました。この士が取れるので、馬で取っちゃっていこうと思ってました。で、相手こうしたんですけど、まあ、こう上がって一回これを取らせないように。こう、そしたらこうして、それから、からこう入っても黒の方が早い。で、まあこうじゃなくて実戦はこうされたんです。これもまあこれが落ちてジャンです。これ上がってジャンです。下がって。で、馬でこっち取ってこれでが射手になって決まった感じだったんですけど、この試合ほんとここまでもう本当に相手もこっちも相手の方が時間ないですよ。本当時間が後半はなかったので。ここまで本当に金星に射せたので、すごい難しい試合だったなと思います。いい試合だったと思います。この辺本当に、相手こっち来て、この辺ずっと本当に緊張してました。こっちですね。これが計算しきれてなかったんで、これで大丈夫かな、大丈夫かなって、ここまで考えていたんですけど、ここまで考えて大丈夫だったのでよかったんですけど、この試合はなんかどっちが殺法が早いかみたいな感じなんですけど、前半でかなり、この辺ですよね。でも、なんかいろいろ失敗していて、この辺。でも、大変、難しいところから開局が、試合が始まったので、はい。とても、後半というか、中残局で、ずっとこう、緊張感の持った、もうこれ以上行って変なことしたらもう、終わりだという緊張感を持った試合だったので、まあとても勉強になったなと思います。そんな感じです。